今日の一問一答ですね。保険料サービス分野、高齢者の特徴と高齢期に多い疾病及び障害という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよ。問題。胃潰瘍などによる上部消化管出血では、血液が胃液と混ざるため、鮮血便になることが多い。胃潰瘍などによる上部消化管出血では、血液が胃液と混ざるため、鮮血便になることが多い。というふうにありますが、これは誤りになります。胃潰瘍などによる上部消化管出血では、これは鮮血便ではなくて、タール便になることが多いです。タール便ですね。黒色便、真っ黒な便ですね。これは胃液と混ざって酸化するため、真っ黒になるということですね。で、上部消化管というのは、食道や胃や十二指腸のことになります。食道、胃、十二指腸ですね。で、下部消化管というのは、これは小腸から大腸、肛門に至るまでですね。これを下部消化管というふうに言います。で、下部消化管出血っていうのは、これは血の形でそのまま出てくるとなりますので、こっちが鮮血便となるわけですね。ですので、上部消化管出血ではタール便、そして下部消化管出血では鮮血便、この違いを押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが、胃潰瘍などによる上部消化管出血では血液が胃液と混ざるため鮮血便になることが多いというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。